新潟市秋葉区の県立植物園では今、植物なのに虫を食べる食虫植物、世界から集めた色や形がさまざまな種類が展示されていて、生態を観察することができます。園内に展示されている30種類400株以上の食虫植物の中から、まずは北アメリカなどに生育するハエトリソウを見せてもらいました。この二枚貝のような葉っぱの部分に内側ですが毛が生えていて、その毛に2回触るとパクッと閉じますので、ちょっと特別に許可を得て葉の中の小さな毛に草を当ててみると、この中の毛に触ります。1回2回、あ、閉じた、食べられちゃいました。はい、この食べる速度はおよそ 0.5 秒と言われていて、ものすごい速さで閉じるようになってます。ハエトリソウの名の通り、ハエやアリを捕獲、捕まえた虫は10日ほどで消化吸収していくといいます。続いてはこのひょうたんのような壺のようなこの形の植物は何ですか？はい、こちらが食虫植物の仲間で、ウツボカズラという、この蓋の部分から出る香りで、虫だけが分かるような香りでこの菌におびき寄せて、この襟のようなところすごくツルツルするんですが、ここに止まると中に落ちてしまいます。虫を香りで引きつけ袋の中に落とし吸収してしまうウツボカズラ、観察を続けていると虫が近づいてきました。虫がずっとこのウツボカズラから離れませんね。東南アジアに生育するウツボカズラは白と黒の模様が美しいものなど、その種類は確認されているだけでも70に上ります。普段はなかなか目にできない珍しい食虫植物に、訪れた人たちも興味津々の様子です。気持ちはあんまり良くないよね。だけどグロテスクだよね。だけどこの中にさ、虫が入って、そしてそれを栄養にして成長するっていうのはよく考えたなと思う。科学機器を使って、自分で調べられるような場所も設けておりますので、実際に研究員博士になった気分で食虫植物を調べてみていただきたいと思います。食虫植物を展示する企画展は9月8日まで開かれています。